僕はですね、高校生ぐらいに練習スタジオとかに入った時に、やっぱ当たり前のように手話のコッパシとか、置いてあったので、なんか気がついたらそこに必ず置いてあるものみたいな感じですね、手話製品っていうのは。なんか手話のマイクっていうのを意識したのはプロになりたいって思うちょっと前ぐらい。なんかバンドやってたんですよね。でバンドやってて、そのメンバーで仲良かったギターのやつに、文雄マイク自分の買った方がいいよ、まあ、当然今 T が言ったみたいにスタジオ行くと手話のマイク置いて あるんだけど、まあボーカリストだから自分のマイク買った方がいいよって言われて、買ったのが、初めて買ったのが手話のコッパー、それが最初で。もやっぱりそのスタジオの本当手話ってタフなマイクだからすごい、スタジオの手話とその本当に使い込まれた手話と自分の新しい手話のあまりの音の違いに愕然としたっていう、そんな21の頃だ。昔とやっぱり圧倒的にライブの時の音量が違うっていう、ドラムの音も大きいし、ギターもベースも大きいし、後ろから管楽器はバンバン来るし、そんな中で歌うにはそのゴッパーが一番、なんかこう自分がこうライブでもこの声出した時にこの声がそのままゴッパー、ベータゴッパーの方が聞こえてくる感じ、力入れれば入れるだけ跳ね返ってくるし、それがね若干違うんですよね。それでゴッパー、ベータゴッパー、この本当に手話の製品を使いわせていただいて、すごくなんかどんどんとこう何段階か進んだなって感じたのは、やっぱりステージ上からそのワイヤレスギターも使い始めたでしょ。俺やっぱり使う楽器が前よりもその固定してきてるから、それでだいぶ音は作りやすくなりましたね。動きやすくもなったし、やりやすくなったと思う。帯域の問題、そうですね、まあ、ワイヤードの時はやっぱり動くたびにこうさばかなきゃいけないので、その辺はちょっと気をこう使いながらっていうところがあったんですけど、僕以外でもサックスのコバケンもよく後ろをちょろ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 するんでもうこれは引っかかるんじゃないかなと、動いたら踏まれてたりとか結構あったんですけど、そういうのがもう全くなくなったんで、そういう面でもパフォーマンス的にやりやすくなりましたね。まあ僕なんでワイヤードずっと使ってたんですかっていうと、まあやっぱり音の遅れとか、やっぱ音が変わっちゃうのがあんまちょっとあんま好きじゃないので、まあ別のメーカーのもやっぱり試したけど手話が一番いいんじゃないかみたいな話になって、じゃあ使ってみようかって使ったら、まあやっぱいいよ、もう音も良かったので、遅れも別に気になるわけでもないんで、それでこの使ってるやつになったんですけど、すごくやりやすいですね今。When I gaze on shining stars, I think of all the greatest moments I set in myself. Look up now, just carry on. 基本的にやっぱり手話で勉強した、育ったっていうのがありますよね。まあ、手話が全ての基本だと今でも思っているので、絶対的に信用もありますし、あとは絶対に壊れないっていうのがありますよね。なので、絶対的にそこは使ってますね。キックのマイクは91と52が基本で、やっぱ今はベータ 52A とベータ91を使ってますね。今52を完全にローの帯域、ドーナリを取って91はアタックを、アタック用のマイクとして使ってますね。キックが手話だとスネアも自然的に57になりますね。今実は自分のアレンジがこうなんですよね。わざと話し気味で、本当だったらスネアのトップをもっと角度をつけて上から取りたいんですよ。そうした方がスネアの深みが取れるんですが、正直スペースがないのであまりスネアのマイク立てることができないじゃないですか。なのでスネアの厚みを出すためにあえてスネアの裏のマイクを立てて取ってるって感じですね。コーラスも58ですよね基本で。煙は今度本体が3本いるんですよ。本体は全て手話で SM58 かベータ 58A で
ほぼ統一してますね。大きな音の中で、まあ、ギターもベースももちろんなんですが、いかに音程感を出すかっていうのをちょっと心がけてますね。特にライブに特化したマイクだと思うんですよね。特にハウリングには強い、絶対的に強いじゃないですか。あとはよくアーティストに、ボーカリストに、僕マイク欲しいんですけど何がいいですかね、よく聞かれるんですけど、絶対に、ああ手話がいいんじゃないって絶対言いますね。それはやっぱり間違いがないっていうことで、このアルバムはね、なんか機嫌良くなるんですよ、聴くと。なんか本当に疲れて、レコーディング終わって帰りの飛行機の中でもう疲れてどうしようかなと思って、もうなんか一杯飲んでも寝ちゃおうかなと思ってた時に、ちょっと PC でまあできたの聴いてみようと思って聴いて、そしたらなんかまあ飲まないでもいいかなみたいな感じで、結構機嫌良く大半の曲を本当にアメリカに行ってから、うん、その空気の中で今なんかそのなるべく今その歌うね、もう可能な限り歌いで直前まで歌詞を書いてた。その時の本当になんか気持ちだ、今日起きて天気がいいとかで、まさにあの1曲目なんか本当にありえないぐらい天気のいい歌取りの日の朝に書いた。そういうなんかフレッシュなものをその詰めたかった、うん、そういうアルバムにしたかった感じかな。なんかアルバムってね、やっぱり時間の切り取った時間だから、やっぱり音楽的なところもあるけど、あの時の俺、あの時の俺たちはこれなんだっていうアルバムに本当になんかなってると思うんですよね、うん、僕はマイクとか使うのはやっぱり曲作ったりとかする時なので、いろいろこう試行錯誤しながら、どうやったら歌うまく取れるかなとか、したりするんですけど、やってるうちにいい曲ができたりとかもするんで、やっぱりその実験の最中で、だからそういう機材のやっぱ興味を持ってやっと、いいと思います。僕はボーカリストで、まあ曲も書きますけど大半はもう歌詞を書いてるっていう。で長く長くやりたいと思ってるし、で、まあ、今まで本当に20年以上本当ラッキーなことに音楽でできてるんだけど、こうなんかこれから音楽を本当にもうちょっと真剣にやってみたいとか、音楽もっともっとこうなんか掘り下げてやってみたいと思うボーカリストには、やっぱり絶対自分の機材を持った方がいいと思います。マイクには。やっぱり自分の機材をやってリハーサルをするっていうことは、使ってリハーサルをするっていうのはすごい大事なことだと思います。めんどくさいけど、うん、だそれをやっぱりおすすめする。それがやっぱり長い目で見た時に、やっぱり自分の後で気が付くこと、助かってることって結構すごいあるんですよね、うん、それをすごくおすすめ。Starting in the way so clear.